次はですね、じゃあ皆様がですね、どういったバランスで立っているかというのをまずチェックと、それをですね、改善する、まあ、意識を改善するですね、ちょっとした、ドリルをやっていきたいと思います。まず横から来た時にですね、先ほどもお伝えしましたけども、正しい立ち方というのが、くるぶし、あと、膝の後ろ、あと股関節、あと肩、あとはこの耳の後ろのくぼみですね。でも大体一直線になっているのが正しい立ち方ですね。で、その正しい立ち方ができた時にですね、必ず、体重ですね、っていうのが、大体こうですね、土踏まずの真下あたりに落ちるようになってきます。ね、大体このあたりにほとんど体重が落ちるようになってきます。で、逆にですね、正しい立ち方をできていない場合、先ほどお伝えした、悪い立ち方、した場合ですね、皆さんもですね、今ちょっとこの場でやっていただけると分かるんですけども、かなりこうつま先の方に体重がかかりやすくなってきますですね、なので、まずは、骨盤の位置を正しく戻します。で、土踏まずもしくは、ちょっと極端にやる場合は、くるぶしの方ですね、あ、ごめんなさい、失礼しました、かかとの方に体重が乗るぐらいにもちょうどいい。なのでこの状態、正しく立ってない選手は、この状態からちょっとお尻を引いていきます。そうすると、かかとの方にちょっと体重が乗ってきます、ね、で、この状態でちょっとジャンプをしていきます。ジャンプですね、ちょっと見てくださいね。この状態からこの状態、からジャンプですね。で、正しい立ち方ができていない場合、要は体重がもうぐーっとつま先の方にかかってしまっている選手というのは、このジャンプをした時にですね、非常にももの前の筋肉が疲れてくると思います、はい。で、正しいバランスですね、ちゃんとくるぶ、土踏まずの下もしくはかかとの方に体重が乗っている選手というのは、あまりももの前の筋肉が疲れずですね、逆にこの後ろ側の筋肉というのが疲れてくるというのが感じられると思います。なので、正しい立ち方ですね、というのができている選手というのは、ももの前ではなくももの後ろ側もしくはお尻の筋肉が、利用される動きというのができているはずです。先ほどですね、お伝えしたように、ももの前の筋肉というのが動作をどちらかというと止める方の筋肉になってきます。ということはつまり逆ですね、ももの後ろ側、ハムストリングという筋肉とお尻の筋肉、まあ、大臀筋という筋肉がですね、動作をですね加速させる筋肉になってきます。なので、第2章のですねトレーニングの、ではですね、ももの裏側とお尻の筋肉というのを効率的に鍛えてランニングのスピード向上につなげるトレーニングをお伝えしていきます。